皆さんこんにちは、下村です。下村です。いかがお過ごしでしょうか。自粛生活楽しく過ごされてますでしょうか。毎年紡ぎ歌というタイトルで家族でコンサートをしております。お家で楽しく過ごせるように去年のコンサートを YouTube にアップしました。まずは今回は第1部です。楽しんでいただけましたら幸いです。それではどうぞ。私たちの紡ぎ歌の演奏会はお茶の間コンサートですので、ね、そうですね。ちょっと今回は広くなってしまいましたが、ゴージャスすぎてお茶の間コンサート、ね、だから あんまり話が長くなると手回してください。すぐ歌いますから。もともとは2013年に永田コーヒーというところが小平の南口にありまして、そこの喫茶店のサロンで20人ぐらいをのお客様をで歌ったのが第1回目だったんですけど。そうですね、本当もう本当に素朴なささやかな気持ちで始めたファミリーコンサートでして、このタイトルも2人の紡ぎ歌ってちょっとなんか下手だと思うんですけれども、トータル22回いろんな各地とかでさせていただいて、もう本当に、いろんなことに挑戦しながら、それからその時々の話題ですとか、何かこういう素敵なことがあったよっていうことを皆さんにこうお話ししながら共有しながら、イメージとしては本当にお茶の間コンサートを目指してるんですが、皆さんの応援のおかげでこんなに立派なところで今回はさせていただく運びとなり、本当に幸せです。ありがとうございます。下村大和と書いております。多分小さいところでは何回か歌ってきたんですが、大きいところでお披露目するのは今日が初めてです。まあ、小さいところで練習をして今日のために笑っちゃダメです。私の父が作った曲なんですが、牧場の夕暮れだったっけ。結構いい曲を書きます。まずは1曲聴いてください。牧場の夕暮れっていう感じで想像してみてくださいね。She's the one I need to
2013年の最初の演奏会にはこの曲を歌ったんです。プログラムには書いてないんですが、父は毎年年賀状にですね、ちょっとずつ曲を書いてくるんです。それが結構面白いんです。だから1月1日にいきなりこう新曲を試唱しないとダメなんですね。いや難しいなと。これがなかなかですね面白くて、聞いたよっていう人は黙って笑ってください。まずですね、平成5年の年賀状の曲です。これは鳥年か
そんなに難しく考えちゃダメです。まあ日本では大体ブラーボ、でもブラーボという時は大体男性にかけるんですね。女性にはブラーバ。一回でも皆さんブラーボと言ってみましょうか。せーの、ブラーボ。こういう感じですね。だんだんなんかイタリア人に見えてきました。ではブラーバとかけてみましょうか。せーの、ブラーバ。こういう感じですね。なんか合唱団ここでできそうですね。なかなかブラーボとかブラーバとかですね、言うの勇気いりますよね。今日はブラーボを言う練習をしてみましょうか。ちなみに玉屋でもいいです。よっ下村屋とかでも言います。微妙なタイミングはあるかもしれませんけど、あんまり気にしちゃダメです。まあオーケストラの場合はこう指揮をしてますから、この指揮を下ろすまでブラーボーと